マソが金書類送検、上から2番目相当処分、警察としては必ずしも公判請求されるべきではなく、処分は検察官にお任せしますってな感じらしいよ。勉強になりました。毎日新聞記事のサムネがパとかなんやこれ、やりすぎ印象操作、声が上がってたけどもどうやら気張る自動でセンター、警視庁だから抜刀かみたいな、狙ってたらクソ、狙ってなければただのポンコツ案件でした。にゃはは、推定有罪よくねえぞ、疑惑でだけで社会的に抹殺、どうなん時代にとうとう出たね、立憲塩村彩香議員ようやくですね。何がまだ何も決まっちゃいねえぞ、議員って公人があたかも有罪、匂わせ犯罪者、どうなん騒いでるね東洋、暇の肝だ、寝てるバリだけ左翼はポンコツ、暇空サインはネトゲ戦記、販売するなら共和に事件起こしてやる、盛大にする、室井優月さん卑劣なやり方勝手暴弁言ってるよ。デフチントラックス、今空あかねさんが処理送検、犯罪者みたいに扱うのおかしいってニュース、産経新聞内容間違えてる、言葉が訴えたの NHK、 取材メモ流出じゃないとかってないよ、把握難しいような、両方ともアンチが攻撃的で冷静なポイントがわからない、個人の感想タコ部屋住まわせてるって、これやっぱ合宿の写真だから無理があるような、今空さんのデマコオロギンボロもあったしな、コラボどうなんだって途中ミカサ請求、不当な点が認められ、次に上げる装置を講じる言葉勧告する、指導徹底、違法や不正はないけど不当な点はあった、わかりにくい、詳しい方いたら教えてください、グレーとグレーの戦い、公金チューチュー、ずさんな補助金管理、税金改正、無駄を排除し増税反対、早くそっちの流れに行ってほしい、鶴瓶さんにも言ってたらしい、脅迫犯ダメなもんはダメ、右とか左じゃなくて表現の自由守れはどこ行った。